湾オーブの砂浜の西端。小樽市石狩湾の半石狩湾は、北海道中西部、小樽市や石狩市などが面する日本海に続く湾。車庫コ岬からお冬岬にかけて南東方向に湾入している部分を言う。湾の両端は、山地が海岸に迫って、海食がけをなしており、海岸線も比較的入り組んでいることから、小樽港や、 中小の漁港など漁港が多い。これに対し湾王は石狩平野から続く遠浅の海となっており、大型の船舶が接岸できるような場所がなかったが、1982年に石狩市と小樽市の境界部へ掘り込み式の石狩湾振興が作られた。この港は札幌市中心部から 20km 足らずの位置にあり、 札幌県と各地とを結ぶ海上物流拠点の役割を担う。ワンオーブの海岸は砂浜が広がっており、海水浴場も多い。アイヌ語のフムベうまいにちなむ文部、コシアクジラ塚という場所が残るように、かつては、たくさんのクジラやイルカ、および日本アシカなどの気脚類やウバザメなどの大型海生動物類が見られたと思われる。北西北海道では、 特に沿岸性のコク,クジラやセミクジラなどは、レブン島及び、宗谷岬から本地域及びおたる、手塩、シャコタンに至る北西北海道では、風物詩の一つとして数えられたほど数多くの個体が、来遊していた。なお、現代では日本には通常生息をしていない、北極クジラの化石も出土している。かつては、石狩川を遡上していたが、現在では見ることは、 ほぼないとされる2種類の超ザメが稀に現れることもある。また近年はジンベイザメも現れている。1月から2月にかけて冬型の気圧配置が緩んだ際、石狩湾に近い地域が局地的大雪に見舞われることがある。これは石狩湾に周囲よりわずかにヘクトパスカルほど気圧の低い部分が発生し小さな雲の渦を作ることによるもので、 石狩湾小低気圧と呼ばれている。道北や道央の内陸部で強い放射冷却によって局地的に高気圧が発生し相対的に低圧となった日本海側へ風が収束することで低気圧となる。突如として現れ短時間で消えてしまうため正確な予測は難しい。 時には1日に1メートル近い降雪をもたらし、石狩市や札幌市などの交通を麻痺させることもある。鮭、カレー、イカ、ホッケ、シャコ、エビ、ソイなどの魚が生息しており、湾の漁港ではこれらの漁も盛んである。石狩湾に現れる新気楼は、江戸時代から報告があり、通称、高島お化けと呼ばれる。ありがとうございます。